カイドミさんと比べ、それで今回ですね、無事ね、今シーズンチャプター2リミックスもリロードランクの方アンリアル行ったんで、今回ですね、ソロでも爆上げできるアンリアル行くまでに使ってた感度を紹介しようかなと思います。それでは本編いきましょう。その前にね、年内登録数10万人以上目標としているので、よかったら皆さんチャンネル登録と高評価通知音よろしくお願いします。それでは本編いきましょう。やっとこ、はい、ということでリロードランクアンリアルまで使ってた感度、これですね。さあどうでしょうか。新しい設定とかあるんですけど、若干変わってる感じですね。はい、ここは 1.1 がね、個人的にやってやすかったというか、まあ、そもそもスコープ付きのね武器がリロードランクで確か使ってない覚えがあったんで、まあ、あんま使ってなかったですね、これは。スコープ付きの武器はっていう感じでしたよと。エイムはね、マジでめちゃめちゃやってやすかったんで、はい、おすすめです。フリークはないです。右スティックだけちょっと高めのスティックですね。はい、高さが高いやつ。左スティックの方だけ短いっていう感じですね、長さが。ここからですね、まあ、リロードランクアンリアルまで行くまでの試合をね、流していこうかなと思います。まあ、ソロで爆上げした場合が多かったんで、まあ、ほぼほぼソロの場合が多いんですけど、まあ、一部ディオもね混じってると思います。ということで、アンリアルに行くまでのリロードランクの試合へどうぞ。ドカドカアサルトライフル来た。このドカドカ、お、じゃあダアンリアルやん。アンリアルおる。どんどん行きましょう。どんどん。痛すぎー。ああ、最悪ミスった。なんで。アサルトで入ろうと思ったのに。よーし、チャンピオンやん。割りまして、飛びまして、死んだぞ。諦めてるし。どういうこと。もうリロードランクで修行っす。ははは、飛びまーす。よーし。まだいるの。強いよこれ。いや、こういう武器だった、そういえば。いいダメージ、よーし、あと4人。ほんと、おお、やばい、残り1枚、まず、よしよしよし、いやー、この敵何？何？オーケー、うぃ、勝ったんだけど。どういうこと。パック
作目であれっすよ、ファイヤー出ました。ファイヤー割とリアル、割とリアルに3拍目でファイヤー10連引いてあれっすね、レアカード1枚もあった。マジっすか、これは相当ワンパンチ。オッケー。ナイス。救援物資を奪いまーす。まさかの。やってくー。さっきのやつだこれ。パパ。ず。なんでに？ナイス。あ、なんかおるっす。ナイス。あ、やり、うん、ナイス。死んだ。頂上戦争始まってる。ナイス。頂上戦争。あ、だめだ。オッケー、ちょうどやってる。ナイス。なんか飛んでるっす、あそこ。行きまーす。よっしゃい。飛んでるやつを追う。追うぜ。飛んで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 、やってく。さあまた飛んでるやつは救援物資か、多分多分だけど救援物資、やってく。やってく。さあ飛んでるところ、飛んでるところ、え、何をしている。いや、アンディアル来ました。ありがとう。オッケー。残り6人。何？わだー。やばすぎ。さっきのハイグラのやつだ。オーマイガー。おー、来たー、アンディアル。
51631位。